決勝の第2試合はゼッケン80番東隆4番28歳、そして91番は中村誠2段であります。25歳、東が1m72cm、83kg、中村の方が 1m80cm、90kg。 東は1回戦から準々決勝まで全部確定勝ち。中村方は決勝の戦勝があります。はい、どうぞ。中村選手の左足があるね、はい、あの前の三平選手の試合で大きいと思うんですよね。なるほど。ですから東選手の今の蹴りがね、はい、もう決まるかもしれない。なるほどね。しかし一生懸命、しかし体が大きいですから。そうですね。東選手もちょっと顔をしかめてますが、どっか急所に当たったようなので、はい、中段の付き合い、両方の落下点が大きく膝蹴りを見せます。膝蹴りを見せます。東、先ほどの前日でした。これはどうでしょう。なってないですね。はい、自信が両方に振っておりますので、これは認めません。両方とも稽古積んでるからタオですね。そうですね。少女の蹴りではもう倒れないですね。はい。中段、中段を見せました。そして膝蹴り。中村の方は中村の足を下段を狙っております。そして中村の方は東の中段膝蹴りを狙っております。膝蹴りは見破られました。東右足から下段の回し蹴りをしましたが、すぐに中村足を引いております。互いに心臓を削って技の出し合い。中村少しずつ握ってるよ。中段の付き合い、剣の重さという意味ではどちらの選手もおそらく同じようでしょう。非常に重量級という感じの試合になりました。80cm の中村、90kg。準決勝の第2試合、競り合いで盛んに中村の足を攻めております。今度は左足、右足を狙いました。続いて左足、周囲1、中村に与えられました。回し蹴り中段、東の重みのある回し蹴り、いいですね。そうですね。ドスンドスンという音、ここまで聞こえてきます。さあ、天井を睨んでおります。これから判定になります。大山最高師範、判定、声をかけました。白が1本2本上がりました。主人のドローです。引き分けです。準決勝の第2試合も延長戦にもつれ込みました。延長戦開始。さあ、延長は決勝に出ませんでした。白い2本上がりました。主審も引き分けの判定、延長戦に入っております。中村、中段振り回し蹴り、そして膝蹴りですが、ちょっと有効とは言えません。膝蹴りでちょっと顔が上がりました。東顔、そして胸のあたり真っ赤になりました。東選手、中村の剣を浴びているものと思われます。いいですね。はい、そうで低いときと膝がちょっと上を蹴る、後ろからの回し蹴り、再三させておりますが、そのタイミングが難しい。相手の体を掴んではいけません。さあ、両
者を見合わせまして、いきなり今度は左の側頭から入りました。力余ってちょっとスリップいたしましたか、中村倒れました。決勝第1試合では無名の中山武雄が決勝進出を決めております。普段はアメリカで、指導してらっしゃる大山最高人についつい英語が出てきます。キャリアって言いますかね、はい、少しずつ出てきてるよね、出てきてるよですね。あの辺はやはりもう経験者、はい、そうですね。さあ4本上がりました。やっぱり、はい、東隆4段が決勝進出を果たしました。